ット通訳機言ったでしょ、ルアはすごいの。なんで笑ってるの？ルアが谷で一番面白い冗談を思いついたの。わあ、私も聞きたい。私も。さっぱりわからないわ。私もルアがなんて言ったのか知りたい。落ち着いて二人とも、こんな時こそ占い師に頼ってみようよ。ティーナー、あー来ると思ってた。ん、何を知りたいの？あのね、当ててあげる。ルアがなんて言ってるのか知りたいんだ。ルアがなんて言ってるかなら、ちょうどいいものがあるわ。それじゃない、それでもない。これだわ。翻訳ヘルメットっていうの。わあ、面白そう。それにガラスの飾りがすごくかわいいね。試してみよう。え、ルア、何か冗談を言ってみて。羊はクソを食べてなんて鳴くか知ってる？うめえ、うめえだよ。ん面白い。ねえルシー、週末ルアに来てもらってもいいかな？お願い、行っていいよね。ええ、行ってらっしゃい。海が乾かない理由を知ってる？タオルを持ってないからだよ。面白いね、笑いのセンス抜群だよ。他にもまだあるよ、見て見て。私は火星人だ、この星を侵略しに来た。地球的注意。ロボットです、ピーピーピー、ヒゲ男だよ。ふわ、私こんなに笑ったのは初めてだわ。笑わせてくれたお礼に流れ星のアイスクリームをあげるよ。私からは踊るシャボン玉。私からはキラキラの雪。ルア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 。ルア、帰るよ。ヘルメットを返して。え、帰りたくない、みんなを笑わせたい。ルア、コメディスターだもん。え、なんで？もっとルアと一緒にいたいの。すごく面白いんだもん。でも家に帰る時間よ。ねえルーシー、そんなこと言わないで、あと少しでしょ。わかった、いいわ。寂しくなっても知らないよ、いい？それでは紹介しましょう、私たちのスーパースタールアお休みは必要よ。みんなが木の下で待ってるよ。でも遊んでるのに。いいから、遊ぶのはまた今度ね。次は雲の上のステージだよ。え？ルアはどこ？見つけなきゃ。消防士のギャグはどんなオチだったの？うん、もうやだよ、お家に帰りたい。いたわ。ルア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 。他のは？ロボットをやって。こっちよ。ルアルアルア。大丈夫？ちょっと心配になって。もう冗談を言いたくないよ、ルシーと一緒に帰りたい。あ、しつこくしすぎちゃったね。でもね、すっごく面白かった、一日中笑いっぱなし。翻訳ヘルメットを外すね。また今度遊ぼうね。だって今日はもう疲れただけよ。ルシー、次ここに来るときはルアに無理させないって約束するわ。ファンタジーマジックピアー。すごいジョーク思いついた。